三国条約は9月27日日本時間で午後8時15分ベルリンにおいて調印を終わり、世界新秩序の岸も高くがっちりと腕を組んだ三国条約発表の歴史的な夜、麹町外務大臣官邸で意義深い条約成立の祝賀会が盛大に挙行されました。松岡外相、東条陸相、星野無任所相、白鳥顧問、オットードイツ大使、スターマー公使、インデルリイタリア大使らが相次いで颯爽と姿を現れば、官邸の会場にはこの歴史的な夜にふさわしい感激と興奮が嫌がる上にも高まってゆきました。今回のこの条約は世界平和を将来する第一着法として締結せられたのであります。旧秩序の牧師は真の平和を樹立する道では断じてありません。万法おのおのそのところへ、万民おのおのそのとに休んじてこそ国際社会は初めて安定するのであります。今回の条約はこの大願目のもとに、まず日独伊三国が大東亜およびヨーロッパにおける新秩序の建設に協力し、さらに進んではこの三国と志を同じうする国と提携し、もって全世界の国家と人民に永久の平和を協力せしむるために締結されたのであります。平和栄華反対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 